風が吹くとここがわさっとこれ開いちゃう。思いっきり風が入ってくるんですね。侍健介こと三健です。ですね、前回に続きましてフロントフラップですね。このサーカス TC のフロントフラップなんですけど、デメリットというかね、欠点がございまして、風が吹くとここがわさっとこれ開いちゃう。これ見えますかね。思いっきり風が入ってくるんですね。これが左右に、こっちもちょっと見づらいです。こっちも左右思いっきりここに風がね入ってきてしまうんで寒いんですね。で、今回ご用意したのがこちらのアウトドアスポーツのなんか12個入りのクリップですね。いわゆるなんかテントクリップとかとも言うと思うんですけども、タープとか貼るときに、グロメットっていうか穴が開いてないやつにですね、そういった場合にこいつをこうつけて、でここに、なんていうの、ガイロープとかをつけてタープを貼るとか、もしくはブルーシートとかでも穴がないやつとかでも、これがあれば、タープとして使えたりするというちょっと便利な道具なんですけど、こいつがいいらしいということで今回ちょっと用意しましたんで、これを今からクリップで止めて、この穴をね、大穴を塞いでまいります。めちゃめちゃがっちりはまります。すごいねこれ。で、このねツールの構造はなんかワニの口みたいにこうなっておりまして、でこれをですね、この付属のネジみたいなやつでね、まあ素材はプラだと思いますけど、こうやって止めていく、こんな感じで、これねグッと締めるとこのワニの口がキュッとね締まっていくという、まあ単純構造ですね。なんでかなり普通のクリップよりも強烈に締めることができると。で、2個目、よいしょ、12個も入ってるんでね、そんないらないかな、余裕で。はい、何個つける。今日風が全然ないんで別に今日やんなくてもいいと思うんだけど、念のためやっております。3つ目、いいのかな。はい、5箇所目いきます。5箇所目、ね、あ、いいね、色もな、色もめっちゃ馴染むね、これね。結構なんかね、黒とかなんか赤とかねの色でやってる人いたんですけど、合わないと思うんでね、これだとほぼ同系色で合うのではないでしょうか。はい、じゃあ反対側もつけてみましょう。もうちょっと5つだと、4つでいけるんでしょうか。ラス1、はい、完成。どうでしょうか。いいね。まずこれで風が入ることはないでしょうね。はい、じゃあちょっと反対側も、はい、こんな感じです。いいね、色が馴染むね、馴染むね。で、今こっちね、左が5個つけたけど、まあ、4つでいいかな。まあ5個つけたけど4つの方が楽にできます。これも全く風が
間入ることはないでしょうね。素晴らしい。これなら、まあ、冬キャンプでもね、すぐ暖かく風が入ることなく過ごすことができるのではないでしょうか。はい、であとですね、薪ストーブやる方だけにね、まあ、便利な情報になるんですけど、さっきのねワニ型のクリップさんなんですけど、こういったですねテントの内部から煙突出す際にこういうとこ、ここでも使うことができちゃいます。でこれが普通のクリップとかだとかなり力がいるんでね、止めれないんですけど、このワニ型のクリップを使えばこういう風にさらにこの煙突の出入り口とかもね閉めることができるんで、まあ雨が降ったりとか雪が降った時でもよりここの侵入を防ぐのにもですね一役買ってくれると思いますよ。 Thank you for watching。Come on.